もしもーし。あ先輩あれあれあれ何のご用ですか私てっきり忘れられちゃってる。 って思ってました。でも、私も部活のマネージャーしてて、すっごく忙しかったので、先輩のこと、頑張ってあげられる余裕なかった。寂しかったでしょ そんな照れ隠ししなくてもいいですよ。素直に認めてくださいよ。ああ、言い訳は結構ですよ。 最近お前のこと見かけないけど、元気してるのか電話してみただけほらほら、気になっちゃってるじゃないですか。うん。最近見かけないっておっしゃってますけど、 おとといも、一週間前の今日も、先輩に向かって手振ったんですよ。いつって、うん、放課後とか部活に行こうとしてたら、 教室から校庭を覗いてた先輩が見えて、下から見てたので、目あったなって思ったんですよ。それで、手振ったんですよ、笑顔全開で。ありがたく思ってくださいよ。 何驚いてるんですか愛する後輩ちゃんの顔も忘れちゃったんですかあの黒髪のちょっと長めの目がクリッとした可愛い子はお前だったのかって <laughs> 先輩、ボロが出ましたね。今確かに言いましたよ。かわいいって。そうですよ。黒髪でちょっと長めのミディアムぐらいの髪型の目がクリッとしたかわいいかわいいあの子は わたしですよ、わたし。うふふふ、うどらきすぎですよ。まあね、あんだけ可愛い笑顔を向けられると、そのくらいのうぶな反応になるんですかね。 ふふふ。<laughs> まあ、私モテちゃいますからね。ここらで、ちゃんと、絵付けして、懐かせてた方がいいですよ。どういうことって。 今一応、十人ぐらいから同時で告白されてるので、よりどりみどりなんですよ。うん、そうですね。例えば、三年のサッカー部の部長と、二年の生徒会長候補の人と、 あ,あ,あと、今年の文化祭で、ミスターなんとかって称号を取った、あの期待の新人とか言われてる、私と同い年の一年の一番かっこいい人と、 なんか中等部の人からも告白されました。あと他は、なんかたくさんいます。<laughs> 私のこと、芋っぽい高校生ぐらい思ってたんでしょう。 実は最近イメチェンしたんです友達に髪型はこういうのがいいんじゃないかとかお化粧の仕方とかも教わってそしたらこんな形になりましたおかげで前はただのモテ女だったんですけど 今は学校一のモテ女になっちゃったみたいです。<laughs> あれなんか呆然って感じですね。早く捕まえとかないと、他の人のところに行っちゃいますよ。ふふ。 それじゃあ先輩、またねー。バイバーイ。